はい、ちょっと今緊急で動画回してるんですけど、なんかね、僕らのね仲のいいおじさんで暴れん坊チキンっていうね唐揚げ屋さんをやっている方がいまして、入口さんという方なんですけども、まあ、あのおじさんがまたなんかわけのわからないこと言い出したんですよ。入口さんといえば手羽先を冷やして冷や手羽だとかわけのわからないことをね急に言い出して、新しいでしょって言い出したりするおじさんなんです。何を言ってるんだと、手羽先なんか冷やしたら美味しいわけがないだろうと、我々もね何言ってるんだと、手羽先は温かい方がいいに決まってるじゃないかと、まあそう言いつつ冷や手羽を食べたところ、やめられない止まらない、めちゃくちゃ美味しい冷や手羽はね、結果めちゃくちゃいいおつまみというか大ヒット商品なんじゃないかなと、僕もね反省したんですけど、ちょっとね、なんとですよ、今回ね井口さんが冷やし五平餅ができたって言ったんですよ。何言ってんだと、冷やし五平餅美味しいわけないだろ、そんなのバカにするな。ちょっとね、あのおじさん五平餅をバカにしてますね。舐めてんのかなってことで、急遽ね暴れん坊チキンに来てるんですけど、なんか噂によるとね準備してるらしいんですわ、冷やし五平餅、冷や五平の。ちょっとしばき行っちゃいますよこれ、ちょっと行っちゃいますよこれ。バカにしてんのか。おお、やるよ。バカにしてんじゃないぞ、本当にやるよ。舐めてんのか。やるよ、楽しもうぜ。会話のできないおっさんだぜ。また変なことを言い出したらしいですね、井口さん。夏といえば、夏といえば、なんだ、かき氷とかですか。じゃあ、五平餅は、五平餅何を言ってるんだ、この人。ちょっとそこの、あれ取ってる、その取ってます、はい、取ってしまった。ちょっとね、ここでチキンを焼きたいんだけど、ワンチャン、五平餅も焼いてみようかなと。何を言ってるんだ、勝手に話を進めるんじゃない。だけど、期間限定なもんですぐやめちゃうかもしれない。楽しめてやればよ、一番良くない。何も話の通じねえおっさんだ。ちょっと驚かそうかな。何を作ってるって。五平餅、熱い、ここ熱い。じゃあ熱いって言ってるじゃん。五平餅いらん証拠だ。夏に五平餅なんかいらないんだよ、誰も。熱くて。じゃあ、冷やしちゃう。冷やしちゃうだと。冷やしちゃおうよ。美味しいわけないだろ、そんなのが。試してみろ、俺が一回やってみる。あの冷や手間同様、五平餅で冷やして美味しいわけないだろ。頭が唐揚げみたいになっちゃったのか。そうなのよ、今度はだから五平餅やってみようよ。無敵だこの人。やってみようよ、一回試食してみようよ。そんなに言うなら、もう俺 LINE 来た時びっくりしたからね。冷やし五平餅、もうバカか。何でも冷やせばいいって問題じゃねえんだよ。何でも冷やせばいい問題じゃないんだよ、本当に。でしょ。ほんでタレを味噌ダレ2つ作ったもんね。もうこういうビジネスかと思われるぐらい、シャレシャレ、五平餅キャラ必死で作ろうとしてるみたいになってるだろ、こっちが。シャレシャレシャレ、マジで逆光すぎて顔が見えない。熱いここ。だからそんなに言うならちょっとやってみようよ。ちょっと食べてみよう。ほんとに話本当に一回買いましょう、お願い。ああ、いやいや、そんなに言うなら、じゃあ本当、いや、今日食いに来ましたわ。うんうん、冷や手間みたいに冷やすんでしょ。冷やす、急速冷凍する。焼いて、想像がつかない。みんな想像つかないよね。ほら、この子たちも言ってるんだぞ。新しいよね。新しいとかじゃないの、ないんだって。何でも冷やせばいいってものじゃない。本当にやってみようよ、人生一回しかないので。工程が気になりますか。そうだね、まず五重餅炙ってみるわ。普通にまず焼くと。そうそう、焼いてすぐ冷やす。 OK、 まあまあそれは従いますよ。俺見るしかないからな。焼く、一緒に焼こうよ、五重餅の会長として。まあ確かに焼いてみようか。で、今日はダメだ、完全ペース飲まれてる。今日はこの、これ煮豚のタレって書いてある。これ違う。何これすごい。これ社長さんが作ってきた味噌だね。あ、五重餅の。そう、すごい。頼んだら作ってくれた。すごいね。だけどここね、煮豚のタレって書いてある。意味が分からんけど。意味が分からん。意味分からんけど。で、こっちは俺作ったくるみのタレ。あ、くるみ、美味しそう。うん、これ両方。試して焼いてみよう。いいだろう。やってみよう。慣れてきたな。なんだこれは。これどこから取り寄せたんですか。でもね、おじさん、おじさん、カメラあっち。おじさん、すぐ忘れたの。冷凍じゃないだね、これ。あれ意外とね、冷凍だってなるよ。分かっちゃうもんね。これは冷凍じゃない、冷蔵商品。それも一応こだわって冷やすためにちょっと買ってみたんですよ。いよいよ。どんだけ焼くの今から。
どんだけ100ロ、めっちゃバカじゃん、めっちゃバカじゃん、焼きすぎでしょ、どう考えても。これで回る気いいのか、他の何本出したんですか今。全部って何本、もう全部出しちゃったもん。出したら仕方ないね。出した、出した、こうやるんだよ。はいはいはい、よっしゃいい、よっしゃいい、いや普通、いや熱いやん、ちゃちゃちゃ逆光だな。逆光まずは焼かなかったね。ちゃんとでも焼きたいのよ、ここは。あの、温めるんじゃなくて、ちゃんと焼きたいの。冷やしがね、1回目じゃ分かんないんだよね。確かこれ難しいことに。2回、3回食わんとね。あ、冷やてばもそうだったの。 あれこれ、もしかしたら美味しいんじゃねっていうふうに気づくのに3回ぐらいかかるから。ちょっと俺はまだ信じてないからね。わけが違うじゃないですか。でも唐揚げがあったかいのを冷やしちゃってるので、お麺もしてもあったかいのを冷やしちゃった方がいいんじゃないかな。ん？お麺も冷やしちゃってるので、お麺もしても何冷やしちゃってもいいんじゃないかな。何を言ってるんですか。そう思わない。まだ思わないですね。食べてから考える。うん、焼き目ついてきたね。いい感じだね。やっぱ結構時間かかるんですね。かかるもんだと、ね、焦っちゃかんない。焦っちゃかんない。もう並んで、でも焦っちゃかんない、これは。僕並んでないけど、一人しか並んでない。いや、俺しか並んでない。すごい。これが、やっぱり、ゴエモシだよね。ほんとそう。やっちゃう。そう、やって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 。これがくるみでね。あちゃ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 。で、そのままこれでいく。あ、そっちに煮豚？煮豚。煮豚になった。煮豚どうなんだろう。なんかおでんに見えてきた俺。あ、すごい綺麗につくタレ。つくね。さすがだね。で、これじゃあもう一回だもんね。これ二人で。なるほどね。もう一回つける俺。うなぎみたいに。実は僕ね、最初知ってる。うなぎ屋やろうか、唐揚げ屋やろうか、毎週の間。あ、そうなんですか、うん、なんで唐揚げになったんですか。みんなが食べれるかな。あ、まあ、ちょっと。いや、正解だと思う。そう。すごい。ちょっと厚みが出た。おぉ。うひゃ。おぉ。先生、こんなもんでしょうか。うん。良いではないか。お待たせしました。熱っ。お待たせしました。熱っ。舐めやがって。いや、これ普通の五平餅や。これ冷やさなきゃ忘れるか。冷やしてみるわ。一旦食います。一旦食えるかも。比較しないと。うん、比較してみよう。はかりっち。普通に超える。普通の五平餅。うん。熱い。無理全然食え。熱い。硬い。あ、でもうまい。うまい。うん、ちょっと硬い。こんぐらいでもいいやん。煮豚食っていいですか。いいよ。これはマジでオリジナルでしょ。あれ、さ、うん、社長さんオリジナル。見た目的にはってさ、普通の味噌じゃんね。うん、煮豚サチオスペシャル。サチオスペシャル、うまい。うまいなんかね、うん、あーでもなんかかすかにサチオ感じる。あーダーンって。わかる。ダーン、わかる。俺ね、ちっちゃくサチオさんが、いやもうこれでいいっすよ。冷やさなくていいっすよ。これでいいもん。違う五平餅じゃないもんね。冷やしてなんぼだと思ってるもんで。いや、よくわけがわかんない。いつの間に冷やしてなんぼの店に変わったの。冷やしてなんぼ。いやもうこれでいいと思うけどな。あ、あ、来た来た。めっちゃタイミングよくない。なんで。お疲れ様です。そうそう、あっちあっちあっち、何があっちで、やへんぞお前。もう何で俺にやらせようとしたよ。おじさん大集合してるじゃん。どう、冷たいの。まだ食ってない。だってゆうさん12本焼いてるもん。なぜか12本焼かんでいい。どっぴしゃだ。何でこんなに焼いてる。あったもんで全部開けちゃったんです。やっぱ五平餅のナンバーワン、ナンバーツーやっぱ焼かなあかんのじゃないですか。これ初めて焼いた方がいいと思うよ。焼けどするだろうけど。さっき焼けどしてる。ほうだな。そう、焼かされたぜ。蜜はいっぱいついてる口。口元で取ってやって。味噌つけっぱなしの。取るな。誕生日迎えたばっかの。取るな。いい大人が。取るな。口元がいい。どう思うんですか。五平餅冷やすって言ってます。
俺もいらんでしょ。じゃあ食べてみましょうよ。ダメ、焼きすぎちゃった。俺もうこういうもんだと思って放置しちゃったわ。油断するとやられちゃう。時間がなんか5分持ちで忙しいね。忙しいねこれ。多分もうそれ年見てよしだぞこれ。皿にあげてた方がいい。焼きすぎだってだからそのバッグに入れて冷やすんだ。そうそうそう、ね、このホテルパイにこれも冷やしちゃう。意外にちょっと焦げ目があった方がうまいかもしれない。これは焦げすぎだろ。それは焦げすぎ。あっつ井口さん、ちゃんと熱がるからおもろいわ。いや、でもだいぶ熱いじゃな。めっちゃ熱いよ、もうだよね。俺ら多分、熱でそんなことだね。すごいね。うん、尊敬。全く痩せんけど会長、熱いですか、会長。熱い。いい感じに焼けてますよ、会長。会長、どうなんでしょうか。見てくださいよ、焼き具合をしたら。社長さんですら穴ってるのは珍しいよ。そう、だいぶ引いてるよ。興味がないの。今日持ちましょうよ。あ、食べてみましょうよ。持ちましょうよ。持ちましょうよ。悲しくてる。味噌ってあったかいものに含んだら、あのおへもちは熱っ。ここの下でこういうのこうやって置いとったもん。全然学ばん。この下でこうやってやって毎回同じミスすんのやめてください。これ冷やす。こっち来る。どれぐらいで冷える。どんぐらい冷やすの。セットしといたんで、すぐ冷えると思う。ちょ、行こう行こう行こう。こっち待ち行こう。どれですか。ここにこれ。パパン。そう。ほんとすげえ。急速冷凍。これほら、うわー、あ、もうだいぶ冷えてきた。はいはいはい、入ります。マイナス何度。今マイナス27度。すごい。ガンガンいくよ。10分ぐらいしたらもう冷えると思う。下のがさっきのやつがマジで熱い。マジでマジで熱い。あー熱いわ。でしょ。こりゃ熱いわ。無理。一瞬いいのがいかん。あかん。結構無理でしょ。なんで俺やかんでね、悪いけど。あ、まだあったポニー。やかんけどね、俺は。来た。できたらしいよ。できた。できた。できた。冷たい、冷たい。冷たい。冷たい。入れ物が冷たい。おー、ほんと冷たい。大丈夫。早いね。見た目変わらんね。変わらんな、うん、ちょっとこれ見た目変わらんね。見た目、食品サンプルみたいに見えるね。ね、うん、もうこれが冷やしごはん。冷やし。いただきます。うまいか。乾杯。乾杯。乾杯。そう。まずい。2回、2本目からうまくなるの。いや、まあ冷たくないやん、完全に。ちょっと早かったよ。ちょっとぬるいね。ぬるい、まあ、とりあえずね、感想的には失敗だと思う。失敗だこれ。確かに、あったかい方がうまい。あったかい方がうまい。まあ、でも俺、冷めた声も作ってるだけなの、サービスは。そうそうそう。真空にして冷やしたら、多分みんな真空にしに行ったよ、ゆみつさん。変わんないとこだけな、真空にしても。もうこれなんか今俺拷問の勢いだから。お店こんなに忙しいのに。多分大忙しなのに入り口さん何やっとんだ。あれこんなにお店忙しいのに店長が五辺餅真空パックに冷やしてくれ。うん、頑張って、はい、冷やでは、はい、冷やでは、はい、冷や五辺餅。真空食べなくていい。真空食べなくていい。真空の真空大体もう分かってる。聞かれるよりいいんだもんってさ。真空分かってる。真空五辺餅じゃあ多いよ。お、全然違う。あ、何これ。硬いだけか。これダメでしょ。これ変わらんね。変わらんダメだ。この条件は変わらない。今変わったらもん。なんなら味しないや。はい、本当になんか初めてもういらんと思った。そうだね。実験は失敗だ。お口直しとそのかき氷一番うまい。冷やしで一番うまい。かき氷やっぱり一番うまい。怖い怖い。こんなんダメだ。かき氷が一番うまい。かき氷一番いい。冷やて場までにしとこ。冷やて場まで。冷やて場まで。幻だよこれ。なかった。なかったことに。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いい勉強になりました。